消え去った何十年も嘘のように過ぎ去って加速度的に飛んでいった ドラマ失踪出演熊谷和則杉山千佳子板倉刑事長山学遠藤直子黒川幸子語り手鈴木信之私の父は刑事です私から見ると昔かたぎの父はただの疲れた中年の男にしか見えません父はお休みの日には決まってああやって窓辺の投資室に座って外を見ています投資室に座って何を考えているのか私には分かっていますそう仕事のことです父の頭の中は仕事のことでいっぱいなんですだから投資室に座っているのですでも、私は、お仕事大変なの?なんて、これっぽっちも聞きません。ただ、黙って、父を見ているのです。でも、時々こうやって、父のためにお茶を入れてあげます。父さん、お茶が入ったわよ。おう、ありがとう。何よ、変な顔なんかして。いや、お前の入れたお茶、いつまで飲めるかと、ふと思ってね。やだわ、なんだってそんなこと。いや、お前ももう年頃だ。そろそろ嫁に行かなくちゃなるまい。いつまでも父さんのところになんぞいたら。やだ父さん。そりゃあ私だって、いい人見つかればお嫁に行くだろうけど。こんな不精な父さん残して、まだまだお嫁になんか行けないわ。そう言うけど、父さんのお茶漬けばかりしていたんでは、本当に売れ残っちまうぞ。いいわよ、売れ残ったって。私はこうやって父さんにお茶を入れてあげるこんなちっぽけなことなんだけど父さんが遠い椅子に座って私がお茶を入れてあげるこれが小さな幸せじゃないかなんて思ってるの小さな幸せかこれが家庭の幸福とでも言うのだろうか。私もこんなことを考える年になったのか。18の時警察官になって、がむしゃらにここまで生きてきた。しかし、そんな家庭の幸福を捨てた一人の男がいる。上杉光一、55歳。今年商社の営業部長を定年で退職し、その1ヶ月後、行方不明になった。一体、
彼は。ええ、刑事さん。主人は4月10日に家を出たんです。うん。奥さん、そのところを詳しくお聞かせください。はい。主人は今年の3月、定年退職で会社を辞めました。再就職といって、同僚の人たちや先輩の方々から、ある会社の重役の職もあったんですけれども、主人の申すには、俺は35年間も今の会社のために働いてきた。これからの余生は自分の好きなことでもして暮らすさ。と、再就職の口をみんな断ってしまいました。私も長い間、会社のために働いてきて、この辺で主人にもゆっくりしてほしくて、そのことに賛成いたしました。それから主人は毎日家にいて好きな絵なんかを描いておりました。はじめのうちは主人が前と違って毎日家におりますので、少し窮屈な思いがいたしました。でも何日か過ぎるとそんな生活にも慣れてきました。ところが突然、家を出る3日ほど前に、毎日こうやってうちにブラブラしていたんでは体に良くないから、命の洗濯に温泉にでも行ってこようと思うんだと申しまして。うん。それでご主人は旅行先を告げて出て行かれたのですか？ええ、伊豆に行くと言ってました。伊豆ですね。ええ、でも予定の日になっても何の連絡もありませんから、もしかして事故にでも遭ってるんじゃないかと心配で。うん。4月10日だからもう10日以上になりますね。奥さん、ご主人が家を出かけられた時の服装と持ち物を覚えてますか？ええ、グレーの背広にレインコートを着てました。レインコートは薄茶です。それに茶色の旅行カバンとスケッチブックを持っていました。上杉光一、妙に引っかかる。彼の年まであと7年、それで定年退職か。どうぞ。おう、島田君か。で、どうでした？うん。なんでも、上杉氏は伊豆に行ったらしい。とすると、地元県警に問い合わせれば、意外と簡単に解決そうですね。うん？おそらくな。島田君、飯でも食いに、外に出るか。はい。島田昇。こいつも妙なやつだ。がむしゃらで、なぜか昔の私に似ている。おっちゃん、みかん食べはる？え、ああ、どうもありがとう。うわぁ、海、海が見える。ああ、もう見えなくなってしまった。おっちゃん、どこまで行く？おじさんかい？おじさんの生まれた田舎まで。うーん、
田舎って？津軽の深浦っていうところさ。姉さんはどこまで？うちら秋田青森へ行く。田沢湖とか十和田湖なんか回ろうかと思って。なんせ会社忙しいて休み5日しか取れんかったから、大急ぎで回ってこようと思って。あれ、ああこれかい、スケッチブックさ。へえ、おっちゃん絵描き？いや画家じゃないけど絵を描くのが好きなんだ。昔は画家志望だったな。ちょっと見せてくれはる？わあ、綺麗やわ。ねえおっちゃん、ここどこやの？この海と桜並木の風景。ああこれか、これがおじさんの田舎だよ。へえ、これはおっちゃんの田舎な。ああ、身内際と言っていいぐらい海に近い岸辺に、真っ黒い木肌のかなり大きい山桜が50本近く立ち並んでいるんだ。桜が満開になると花と枝の重みで首を垂れ、海岸線に沿って桜のトンネルが出来上がる。紺碧の海を背景にその桜並木を見ると、そりゃあすごいもんさ。花吹雪の時には花びらがおびただしく海に散って、海面を散りばめて漂い、波に寄せられて再び波打ち際に打ち返される。その花吹雪のトンネルの中を歩くと、花びらと潮風の粒が顔中に当たってな。もう50年になるか。何？田舎を出て50年になる。50年も？田舎を出てから一度も帰っとらん。だからこれから帰る？ああそうだ。寺さん、この間の失踪した上杉光一を洗ってみたところ、驚きました。うん、何か掴めたか？いや、皆目だめです。会社と女性関係を洗ってみましたが、何も出てきません。まず、上杉の勤めていた商社の同僚と部下に当たってみたんですが、これがみんな口を揃えて同じです。うん、仕事には厳しく、大層真面目で、欠勤はもちろん遅刻もなかった。まあ趣味といえば絵が好きで集めて、自分でも描いてるようです。掛け事はまるでしないし、会社の金を使い込むなんて、まあそんな大それたことをする人ではないという証言です。うん、あ、これはちょうど裏戻ってみましたが何も出てきません。それから女性関係は浮いた話の一つもありません。というわけで、高金横領と愛人との失踪という二つの線はまずなってみていいでしょう。うん、そうか。それはご苦労だった。しかし、寺さん、伊豆へ温泉旅行に行ったはずの上杉が、全然伊豆へ立ち寄った形跡がないのは、どういうことでしょう？これはどうも、根本から洗ってみる必要があるな。島田君は引き続き会社と女性関係を洗ってくれ。何か手がかりがつかめるかもしれん。なぜなんだ、上杉光一。
一流大学を出、一流商社に勤め、定年後はマイホームと財産があり、何不自由のない生活。なぜ静かで安らかな家庭を捨てたんだ。なぜなんだ。ここで乗り換えだ。おっちゃん、ここで降りる？うん。青森まではまだ長いけど元気でな。いろいろ楽しかったよ。おっちゃんも元気で。いい絵いっぱい描いてえな。ほな、さよなら。じゃ、さようなら。15分発2番線か。乗り換えまでまだ1時間もあるな。おっちゃん、おっちゃん、おっちゃん、どうしたんだ。今の汽車で行ったんじゃなかったのか。制作スタッフ、技術横倉聖子、多田智之、武井博美、調整鈴木俊也、助演室赤間千佳子、作並びに演出泉博則。この続きは明日お送りいたします。以上、制作は東北学院大学放送会でした。